特に熱中症、熱中症なんかもこんなのも最高です。なんか昔熱中症で倒れたとか、日射病は言ってたね、帽子をかぶりましょうぐらい言ってます。だけど熱中症なんかで倒れる子いなかったんですよ ね、 そうなんですね。しかも水飲んだらダメだったよ、昔、部活の時に水飲んだら怒られて、それは倒れなかったよね。誰も倒れない誰も倒れないし、誰も水筒なんか持っていってない、学校給食の牛乳だけ。それはなぜかといえば、一年中ね、冷やすことが増えたんです。エアコンなんか昔なかったです。で、水筒もね、こんな保温がいいようなのなかった。水筒ね、私もピンクレディを持ってましたよ。ね、ピンクレディの水筒。こんなばっかりなの、子供みんなこれですよね。そうですね。で、振ってください。カランコロンカランコロンって氷の音がします。ということは、一日中冷たい水を、お茶を、しかもね、こんな大きいのも、大体カランコロン1個はね、こんな大きいの、すごいの持ってきますね。すごい水、お水がいるんですよ。で、冷やしてると、実は腎臓方向に、ここ、唾ってあるんですが、唾が出なくなります。唾が出なくなるから、喉が渇きます。冷たい水、冷たいお茶、冷たいビール、冷たいジュース、飲めば飲むほど喉が渇きます。だからこんなにいっぱいいるの。で、大体そうやって冷やしてる人は、さっきも言ったように体の中が冷えてますから、一年中冷えてる人多いです。寒いって言わないよ。暑いって言います。芯が冷えてる人は暑がる。ちょっと意味がわからないね、みんな。なんでかなって。芯が冷えてると、体はやっぱり守ろうとする。冷たくなったら死にますから。体を守ろうとするので、毛穴も閉じて、熱を出すまいとする。熱を逃すまいとすれば、熱くなった時に、毛穴が開いて温度を下げることができない、汗を上手にかいて温度を下げることができないので、あんなに熱中症が流行っている。だから冬の今からしっかり温めてないと夏に熱中症だ。夏に